ソロリ・シンザエモンは、落語家の名跡。二代目の死後は秋名跡となっている。初代、ソロリ・シンザエモンとヨトミ・ヒデヨシに、音義衆として仕えたと言われる人物。落語家の子祖とも言われ、ユーモラスなトンチで人を笑わせる数々の逸話を、残した。堺で刀の鞘を作っていた、杉本・シンザエモンという鞘師で、作った鞘には、刀が、ソロリと合うのでこの名がついたという。 架空の人物という説や、実在したが逸話は、後世の創作という説がある。また、茶人で、落語家の祖とされる、安楽安作伝と同一人物とも言われる。茶道を、竹の女王に学び、行動や和歌にも通じていたという。字、喜び狂気に、ソロリが豊富秀寺の茶会に出席した記述が見られるなど、嘘勘は、半日勘は他江戸時代の書物に記録がある。 本名は、杉森彦衛門で、坂内修十と名乗ったとも言う。大阪府堺市堺区市の町東には、新左門の屋敷跡の石踏みが建てられており、堺市内の長英山妙法寺には、墓がある。没年は、慶長2年、慶長8年、寛永19年など諸説ある。二世、ソロリ新左門から1923年7月2日。 大阪生まれの髪型話家。本名、伊佐都茂次郎。大阪新町の友禅染め屋に生まれる。父は、失会や倉橋や余兵。幼少時から、素人落語に加わり、カツラ、ネコ丸、カツラ夢丸、文の家家宿などを名乗る。しかし、十八歳の時に家族に、内緒で、玉竜亭一山が石亭を務める色葉山関に、出演していたところを、 同じ職人に見つかり、このことで父に感動されて、家出をし、やむを得ず、堀江で油屋から奉還となって、京都で 1908, 大阪堀江で三八を名乗る。一方でハンクロートで、客分や歌手席で活動。1865年、初代小福亭商各門に入り、京都や田の席で初舞台。以降京都小福亭で講座を務め二代目、小福亭商地区となる。 あと、大阪に戻り、小福定売行を名乗るが、師匠、昇格との不和や死去などで、再び法官や地方回りを余儀なくされた。大阪に戻り、新町9県末広邸で、小畜定売家と改める。1869年10月、座長となり、再び救命の小福定売行に戻る。1873年3月、それまで客分で死であった。 初代、桂文江の正式な門下になり、初代、桂文之助を名乗る。同門の初代桂文造、二代目、桂文と、初代桂文壇を治むとともに、四天皇と称えられた。文江没後、二代目文江襲名争いで一門が混沌とし、一年ほど東京の寄せに出演。1885年には、京都育大席に出演。 この頃から絵画を、久保田米仙に、佐藤を、武者の工事仙家に学び、小路案、操縦を称したこともある。1886年、久保田米仙らの勧めにより二代目、ソロリ新左衛門を襲名。ただし、偽に洒れて、偽と読ませるため、あえて二世、ソロリ新左衛門と名乗った。1887年に、座員石帝と不和になり育大石を離れ、 大阪に戻ったが、以降、名古屋など地方が多くなる。1896年正月から三遊派に客分で加入、その後会長を務めた。1910年、68歳で引退して三遊派の顧問に就任。1912年に正式に引退疲労工業を行った。以降、風流三枚の余生を過ごした。大ネタよりも軽い小話や、 座敷芸などで本領を発揮した、どちらかというと、最人肌の人であった。髪型で膝隠しと現代を使わずに演じた、最初の話しかとされる。また、多くの新作、改作をもものにし、達者な筆遣いで活字化している。またあまり芸で、得意の絵を活かし客から、ハウタのお題をもらい、そのハウタを歌いながら、ハウタにちなんだ絵を描くという芸も評判になっている。 数々の気候でも知られ、1914年6月には、光電保存会と銘打って、息葬式を挙行。この会で集めた光電は、余生の生活費に充てた。実際の死後に行われた本葬では、自中を桜の造花で飾り付け、生前のあだ名が、お骨の生焼けであったことから、自らの頭蓋骨をガラス箱に入れて参列者に見物させたりした。 母書は、大阪市天皇区の高市仙寺。法名、天与法林陵仙古寺。弟子には二代目、桂文之助。三代目、桂梅公。三代目、桂東兵浮世帝、初代慶子太郎。二代目桂、猫丸。桂隆史らがいる。また、実の子、伊佐友太郎は、歌舞伎の十一代目、片岡二左右門の門下になって、片岡が太郎を名乗った。 sp レコードは、紙手紙、馬部屋等の数種類残されていて、情報落語の最も古い録音で王子の芸風を忍ぶことができる。小説、ありがとうございます。